ロボットは日々進化して、私たちの生活にもいろいろなところで大活躍していますが、今回紹介するロボットは音楽ロボットです。それでは海外の反応を見てみましょう。ソニー、マジで大好き。最高に面白いものを作ってくれる。これ、音楽聴くためにイヤホンさしてポケットに入れたらうっとうそう。まあ、あらかじめ登録されている音しかプログラムされてないんだろうね。皆が想像してるようなことはない。好きな音楽入れても踊ったりはしてくれないよ。世界最大の役に立たない発明だな。これの目的は何？何に役に立って、どう実用的な機能なの？お前ら、役に立たないとか、実用的とか、つまらない人間だな。エイプリルフールのジョーク、嘘のビデオかと思った。本当にこんな動きをする機会があるんだね。結構値段も高そうだ。4万円くらいだそうだ。4万か。買うにしては、高いおもちゃだな。音質や携帯性を重視したいなら、同じ値段でもっといいやつ買えるね。だが、それとこれを比べるのは筋違いな気がする。かわいい。私も欲しい。大きさも小さめで、動きの種類も多いわけではない。それで、このジェスチャーはすごいことじゃないか。批判してるやつらはこれ欲しくないの。真面目なんだなぁと関心を通り越して逆に引くわ。以上、海外の反応。ご視聴ありがとうございました。